はい、どうも、アナマンです。今回は監督モードの方をやっていきます。まあ、監督モードっていうのは、まあ、操作は必要ないんですけど、まあ、選手の配置とか、結構大事になってくるモードなんですけど、現在はこの下ですね、成績的にはシミュレーションマッチ。ディビジョン4で、レートが697ですね。多分成績はかなりいい方だと思います。ランキングでも1ページ目の16人の中に入っています、今回。こういうの初めてやねん。なんですけど、まあ、どんなチーム編成でやってるかっていうのはこういう感じかな。チーム力レベル1かな、確か。最初に手に入るような選手、あと白ボールかな、60代。ブロン、どうかな。60代の方のチームかな。これで確かチーム力レベル1なんですけど、まあ大事なことは、これだけじゃなくて、あとチームスピリット。何試合も続けていることによって上げてくる。連携が上がってくるんで、まあそれが大事かなと思ってます。まあチーム力レベル2も今、作ってて、これかな。こっち、89。言うてこっちは多分、チーム力レベル1なんですけど、まあ、下の方のやつと、一緒に使い分けながら、こっちも、上げてるって感じかな。まあ、今回はこっちの方で、試合をしていきます。シミュレーションマッチはこの、右上かな、右上のこの、これを選択することによって試合ができます。ディビジョン4も、4でも結構いい成績できています。では、いきます。やるのは、まず、誰とでもマッチングにして、チーム力レベルは同じレベルの人と、を選択してやっていきます。はい。対戦相手は、チームスピリット64。そしてこっちが、チームスピリット89となっています。まあ、こっちのが、多分能力的には多分こっちのが低いと思うんだけどね。相手チーム多分強い選手が多いと思う。あ、そんなことなかった。まあ、これで勝っていくのが、まあ、監督モードの、で上位に行ける秘訣かなと思ってます。では試合いきます。クラシコです。世界が待望するこの究極の舞台。レアルマドリー対バルセロナ、ロイヤルロンドンスタジアムよりお届けしてまいります。はい、では試合が始まります。特に自分は何もすることなく、ずっとこの試合を見るだけですね。監督モードっていうのは本当に何も操作しなくて、多分十字キーの上ボタンとかやれば、フォーメーションの指示とか、指示っていうか変えることはできると思うんですけど、もうずっとこのまんま選手交代も使わないですね。これでスペースに置きに行く。もうずっとこれを見ている感じです。ディジェンナーロが結構剥がしきれてないので、なかなか前を向かせてもらえませんよね。ってことで、こちらからは以上なんで、まあ、あとは得点が入ったか入らないかぐらいなんで。一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。タイミングのいい浮き球のパスでしたね。まあ、監督モードは大体放置している人が多いですね。だからオプションボタンで飛ばしてあげないと試合時間が長い。まあ、こういう時にご飯食べたりしていればいいと思うんですけどね。まあ、用事がある人は監督モードやってる人多いんじゃないかな。ってことで、あとはハイライト的な動画にしようかなと思います。では試合4の模様を
ご覧ください。さあ打てるか、シュート、これはどうだ、またですか、わずかに左へ逸れていきます。イブラヒブラクユルマズ、ここで受ける、ブラクゴール、レアル先行します。力強いシュート、ゴールへと突き刺さりました。かなりのボールスピードでしたからね。そうですね、キーパー分かっていてもなかなか止められないですよね。はい、さあレアル先制1対0です。このまま一気に行ってほしいですよね。そして今前半終了の笛が吹かれました。結果前半1対0、非常に注目されるところです。ではこの後も試合をどうする、柔らかいボール、どうだこのシュート、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。シュートの、さあシュートに行けるか、いやー来た、シュート、いやー決定的でしたけどね、わずかに右へそれました。ブラクユルマズ、ここで笛です。1対0バルセロナ、1対0で敗れました。追いつけませんでした。さあ終わりました。はい、試合には負けてしまいましたけど、まあ、監督モードはこうやって毎試合消化していきますね。まあ、ポイントを GP 稼ぐのにはチーム力弱めにしてやっていけばいいんではないでしょうか。まあ報酬は少ないですけど、まあこんな感じで監督モードもやっておりますね。まあ監督モード中心になってるけど今では次からはまた普通の試合に戻っていきます。では今回はちょっと監督モードを紹介してみました。では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。